キンプリをしのぐ快進撃。ナンバー・アイが牽引するアイドルシーンに進風。過去1年でのキンプリ声を果たせるか注目の3人組アイドルグループ。ナンバー・アイ、ナンバーア・バーアイ。メンバーは、元キングプリンス。キンプリの平野志洋27、神宮寺ユー太26、岸ユー太28。新たなステージに立ち、元日に配信リリースされたファーストシングル、ボートが、 3月6日に CD として登場することが発表されました。ファン対応の CD リリースに先駆けて、所属事務所の公式通販サイトでは1月16日正午から予約受付がスタート。初回生産限定版 A、B と通常版の2形態が用意され、初回生産限定版には全3曲とブルーレイが、通常版には全4曲が収録される予定です。 ゴートのミュージックビデオは公開からわずか3日で1000万回再生を突破し、YouTube の MV デイリーランキング、1月3日でグローバル1位を獲得。さらに、ビルボワードジャパン、総合ソングチャート、ジャパンホット役、では総合首位を獲得するなど、その話題性は絶大です。オリコンの、週刊デジタルシングル、単曲、ランキングでも、1月15日付で初登場し、2位のアドの、 トノー大佐で抑えて、首位を獲得。2週目も連続首位を記録しています。ナンバー、アイは結成から注目を集め、ファン対応の CD 発売が現実となり、売り上げも期待されています。一方で、去年の5月22日にキンプリを脱退し、その後新たなスタートを切った3人。トベイの参加や YouTube 制配信での新グループ発表など、彼らの活動は着実に広がっています。 トベ公式 YouTube での平野と神宮寺の加入発表時の最大同時接続数はなんと102万人を記録。国内ランキングでも3位にランクインし、11月に発売された雑誌、ナイロンジャパングローバルエシュー04の表紙を飾るなど、その人気は高まりを見せました。しかし、これに対抗する形で金プリも力強い立ち位置を維持。第56回、オリコン年間ランキング20、2023。 デサンジャンルの音楽と DVD ランキングで年間1位を獲得し、過去最高の売上を記録しました。シングルとアルバム同時の年間1位獲得は男性アーティストでは、09年度の嵐以来の快挙となり、セールス部門でのトータル売上は218.6億円を達成。キンプリの驚異的な売上記録に迫るものの、3人体制になっても売上に大きな影響はなく、新たなグループでの活動も成功を収めています。 ナンバー、愛のファーストシングルがどれだけの成功を収めるか、ファン同士の熱いバトルが繰り広げられそうです。しかし、メンバーたちは競争ではなく、お互いが素晴らしいものを作り出していることに焦点を当てています。彼らの音楽は、CD だけでなく配信でも高い評価を受けており、オフィシャルサイトでの予約販売という新しい形態もファンを喜ばせています。世界的な成功を見据えつつも、 彼らの独自のアプローチが注目されています。新たな時代、新たな挑戦、音楽の未来に期待が高まります。ナンバー、愛の活動がますますの成功を収め、ファンと共に歩んでいくことが期待されます。